さて、これからのことだが、木の葉を潰すと言っても具体的にどう狙っていく？潰すのは上層部だ。それ以外は基本的に対象としない。だが木の葉を相手にする以上、お前たちには圧倒的に戦力お前たちも暁も戦力不足。どうやら我々の利害は一致するようだな。ではこれより鷹は暁と行動を共にしてもらう。その話に俺たちが乗る見返りは？美獣をやる。美獣か。究極のチャクラ兵器だ。悪くない条件だと思う。いいだ。すでに我々は9匹のうち7匹まで手中に収めている。残るは2匹。我々の当面の目的はその2匹を手分けして狩ることだ。ってことは9尾はまだってことか。ナルトは暁が狩る。鷹はもう一方を当たる。すぐに戻る。八尾ってのはどこにいる？我らを舐めるな。お前らのような輩に何も教える気。俺たちは決して仲間を裏切ったりしない。怯える心には隙が生じる。水月、もういいぜ。サスケの幻術だ。ちっ、ここからが板振りがいがあったのにさ。八尾の居場所を教えろ。雲来郷にて修行をされて。そいつの特徴は？八本の剣持ち、右肩に鉄、左の行くぞ。お前の命もここまでだ。任務開始。あっさりついちゃったね。拍子抜けだよ。ここまではな。これを叩っ切れなんて言わないよね、サスケ。水月、
追加できるお前が向こう側へ移動してこの門を開け。じゃあ少しだけ待っててよ。ちょっと行ってくる。敵の造園が水月が戻るまで相手しろ。カトン高火球の術クリエイト。雑魚に用はない。数が多いだけで大した奴らじゃない。さっさと片付けるぞ。これだからサスケはたまんねえよ。ネズミども覚悟。まずいよサスケ。わかった。まずはしかしさ、ちゃんと場所は聞き出してあるから。ちょっと封印の場所まで急ぐぞ。なんて奴らだ。はっ、敵地とはいえ何この敵の数。人中力を守ってるんだ、当然だろ。俺の前に立つやつは全て潰す。もたもたしてる暇ねえぞ。特に水月てめえだ。カトン高火球の術。カトン高火球の術。雑魚に用はない。カトン高火球の術。てめえらなんか返り討ちだぜ。ねえサスケ。カトン高火球の術。リエイト。カトン高火球の術。カトン高火球の術。時間をかける気はない。すぐに8秒かかる。カトン高火球の術。カトン高火球の術。あーもうこいつらマジうぜえな。カトン高火球の術。時間をかける気はない。すぐに8秒かる。ザオラ。水が多くて結構いい場所だよねここ。カトン高火球の術。カトン高火球の術。かっけー、素敵。一気に終わらせる。時間をかける気はない。すぐに8秒か。カトン高火球の術。万華鏡サリンガン。万華鏡サリンガン。水が多くて結構いい場所だよねここ。ほらカトン高火球の術。俺の前に立つやつは
すべて潰す。雲隠れは軍事大国って聞いたけどさ、案外ちょろいよね。水が多くて結構いい場所だよね、ここ。あーもうこいつらマジうぜえな。しどりな。俺の前に立つやつは全て潰す。あーもうこいつらマジうぜえな。雑魚に用はない。水が多くて結構いい場所だよね、ここ。よしって、水月てめえ。まあ落ち着きなよ。水中か。そういうこと。ちょっと待ってて。サスケ、敵が出てきたぞ。ならば排除するだろう。俺の前に立つやつは全て潰す。カトン効果級の術。水が多くて結構いい場所だよね、ここ。オーケー、ぶっ壊。よし、次だ。もうこいつらマジうぜえな。よし、着いたね。それじゃあ行ってくるよ。サスケ、敵の反応。超怒りもせず、しつこい奴ら。もう強いやつはいないのかな。カトン効果級の術。しどりな。かっけー。素敵。しどりな。オッケー、ぶっ。よし、次だ。てめえらなんか返り討ちだぜ。ねえ、サスケ。倒れ。
もたもたしてる暇ねえぞ。特に水月、てめえだ。カトン、高火球の術。時間をかける気はない。すぐに8秒かかる。一気に終わらせる。万華鏡サリンガン。カトン、高火球の術。てめえらなんか返り討ちだぜ。ねえ、サスケ。オッケー、門は開いたはずだよ。よし、行くぞ。フェイトン、フェイガナン。もたもたしてる暇ねえぞ。特に水月、てめえだ。これより先は逃走。コロツキって。水月てめえ、サスケばっか。サスケ、でかいやつか。なぜだ。あいつ、他の連中にチャクラを分けて。雲隠れにはそんなやつもいるのか。雑魚に用はない。雲隠れは軍事大国って聞いたけどさ、案外ちょろいよね。水が多くて結構いい場所だよね、ここ。行くぞ。待って、サスケ、桁外れのチャクラが。あんたが八尾の人中力か。いや、八尾様ですか。だろう、そこ。人中力様です。あんたを拘束する。お前ら何様、なぜ俺様を捕まえる。お前に言う必要はない。マイ蝶のようにマイ、八尾八のように刺す。そしてこれでとどめ刺す。さっさとこの耳障りなダジャレ野郎を黙らせてしまおうよ。ダジャレじゃねえ、おしゃれなライブだこの野郎。なんかマジムカつくな。こいつラップの才能ねえじゃん。ここは戦いづらい、撤退だ。カリ、分かっている。見つけた。感知系が嫌がんのか。めんどくせえ。なんだよあの動き、攻撃がまるで読めない。なんだこいつ。これが人中力なんて。チャクラだ。遊びは終わり、帰ってゆっくり。いえ、化け物かバカ者か、どっちかにしろよ。だが
確かにスピードも威力もある。だが動きは直線的、この目で見切れないことはない。カリン、奴の行動を先読みして俺に伝えろ。それで間に合うならな。悪いな、俺の勝ちだ。任務達成。サスケ、今のうちだよ。動きを封じよう。ああ。その目、シャリンガン。剣術か。体が動かない。やったな、サスケ。これでもうやつは。なんてんだ。ちょっと焦っちまったぜ、バカ野郎、クマ野郎。バカな。サスケの現実を自力で破るなんて。剣術を解くには己のチャクラを乱して目を覚ましてくれる相棒が必要だ。俺様の相棒は俺の中の八尾。美獣をコントロールした人中力は剣術は効かねえ。お前には幻滅、そしてお前壊滅。人中力である俺様の本当の姿。チビでちびれ、おう、チビどもう。